つい筋トレをしないでくびれを作っていきましょう。はい、皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。いつもこのエアリースタジオチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は筋トレをしないでウエストをきれいに引き締めてくびれを作っていこうっていう、いかに力を抜いてくびれを作るかっていうのをやっていきたいと思います。1,2,1,2,1,2,1,2ドタンタドンタン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 ですね。はい、では基本の姿勢いきます。足は腰幅、肩をしっかり下げて、はい、定番のツイストですね。肘でぐーっと骨盤を前に出します。今日はいつもやっているこちらのツイストともう一つね、違うツイスト2種類やっていきたいと思います。肘をしっかり動かして、肩甲骨動かして、このやるのがいつもやってるやつですね。少し早めにやっております。これやり終わった後にね、お腹縦の線本当にできるんで、ね、すごいですよ。はい、で今日はね、このね、軸です。中の骨を動かして、周りのお肉を動かすような感じですね。とにかく軸を動かすことに集中します。お肉はただ揺れているだけ。ちょっと近くに行っていきます。揺れています。なのでいつもみたいに肘を大きくね、後ろに動かしたり、そういうのはないんですね。しっかりこの脂肪が前後に揺れているような、お尻の大臀筋もゆるーくしてあります。とにかく軸がぐりぐり動いて、お肉がくっついてきたみたいな感じになっております。後でね、解説の方でね、しっかりこの説明をしてあります。半分フィギュアエイトしてから優しくツイスト、これね、よく出てくるのでちょっと覚えておくとね、ちょっとこう早いのもできるようになってきます。フィギュアツイスト、フィギュアツイストですね。これがいつも今までやっていた大きいツイスト、こういう動きもありますなんですが、今日はこの内側を動かすツイストっていうのもやりました。これですね。この違い分かりますか？だんだんちょっと縦のラインも出てきてるような感じがしますね。さあ、今日は3分ですね。きついですね。呼吸をしっかりして、これもね、地味に大変ですね。さあ、今日頑張りました。まず大きくいつも動かして肘を使っているツイスト、まるでこうアウター部分も使っておりますし、肩甲骨、肘で、この腹斜筋をツイストしておりますなんですが、こういうね、大きく動かすツイストもあるんですけれども、今日はプラスで小さいツイストもやりました。軸ですね、まあ、背骨がこういう感じでね、こうぐりぐりこう動いているような、背骨発進で周りのお肉を揺らしている感じ、前後に揺らしている。なので少しタイムラグがあるね、クッとやった後にお肉が後からついてくるっていう感じで、お肉をとにかく背骨の軸の骨から引き剥がすような感じですね。これをやるとこう縦線もできてきますし、ウエストもツイストされるので、両方を組み合わせてぜひやってみてください。コツなんですけれども、手がね、こう動いてしまう方、まず肩は正面です。肩が一緒に動いてしまうと、このツイストの意味がありませんので、肩は正面。アンダーバストから下だけがねじれているような感じです。手がこう動いてしまうと半減してしまいますので、手をピタッと止めたいんですが、どうしても動いてしまう方は、壁などに手をついてツイストをするか、または自分の体をぐーっと押さえてあげて、ツイストしてあげて。
これだけでもだいぶ違います。上半身が一緒に動かないように、手が動かないように、ちょっと頑張ってやってみてください。骨盤は床と平行になりますので、膝を曲げてね、傾けてやらないようにしてみてください。その方が腹直筋がね、だんだん痛くなってきます。で、この腹直筋が痛くなってきたら効いている証拠ですので、あまり無理をしない、やりすぎは良くないので、1日 1、2分ぐらいがいいんじゃないかなと思います。今3分やりましたけれども、1、2分でも大丈夫です。いかがでしたでしょうか。毎日1日1回とか、例えばルーティーンの中に組み込んでしまうんですよね。例えば朝起きて1分とか、夜寝る前に1分とか、お風呂上がりに1分とか、毎日やる方がいいかなって思います。間が空くよりも前に、例えば毎日って1週間毎日やるのも結構大変ですから、1回やって1日休みとか、3日やって1日休みとか、なんか休みもね、とても重要ですから、1日ぐらい、2日とか3日空いてしまうと、50代はほんとすぐに戻ってしまいます。体がルーティン化して、ウエストをしっかり引き締めて、代謝がねとっても上がります。体が熱くなってきます。本当に脂肪燃焼してるなっていうのが分かってくるので、これをしっかりやって、美味しいものを食べて、美味しいお酒を飲んで、毎日を楽しく過ごしてください。高評価ボタンをお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。毎週土曜日の18時30分にこちらの動画をアップしております。ショート動画が毎週水曜日の19時にアップしておりますので、どちらもチェックの方をお願いいたします。まだね、私のインスタグラムを見たことがない方はぜひインスタグラムをフォローしてください。こちらとなっております。毎日更新してるんですけれども、私がこうレッスンでやった振り付けだったりとか、生徒さんに話したこととか、自分が思ったこととか、自分がこういう風にやったベリーダンスが良くなったとか、そういうことをアップしておりますので、フォローの方お願いいたします。今日は二拍子のマクスムサリアでした。マクスムがちょっと早くなったやつですね。ドゥンタッタドゥンタドゥンタッタドゥンタっていうのが、ドゥンタッタドゥンタドゥタッタドゥンタドゥタッタドゥンタドゥタッタドゥンタって言って、ドゥカタカドゥカタンガタカドゥカタンっていうパラーヒとちょっと音が似てるんですけれども、ちょっとだけ音の配置が違うんですね。ということで、今日もありがとうございました。وعيني يابا على كسومي في الليل